フィリピンのドゥテルテ大統領の絵を描いてきた日本人の画家が大統領本人に新たな作品を贈りました画家のあゆみさんはフィリピン人の知人に依頼され大統領選挙の期間中からドゥテルテ氏の絵を描いてきました新たに完成させた絵を大統領本人に贈る式典が昨日開かれドゥテルテ氏は綺麗な絵だ自宅に飾りたいと話しました リアルを知ろうとしてくれる方が増えれ,ればいいなっていう思いでやってますということは伝えましたドゥテルテ氏は過激な発言などで知られますが、あゆみさんは、人を大事にしている面も絵を通して伝えていきたいと話しています。